周辺の状況確認終わりました。敵の増援の気配はありません。ありがとう、イプシロン。陽動を含めて倒された人数を考えれば、この施設を死守しようなどとはもはや考えないでしょうね。逃げた者たちもデルタとベータが仕留めているはず。アルファ様、まだ息があるのはこの子だけだった。他は間に合わなかったようね。私たちが嘆くのは後からでもできる。それよりもこの子をすぐにでも助けることの方が大事。はい、それではアルファ様。イプシロン、あなたが助けるのよ。ですが、これまで悪魔付きの解除はシャドウ様とアルファ様しか行ってこなかったのでは。つまり今日からその中にあなたも加わることになるわね。そんな。他の七影にも解除の訓練は常にさせていたけど、その中でもイプシロン、あなたの魔力制御は群を抜いている。緻密で繊細で、魔力の制御については私以上の才能を備えていると言っても過言じゃないわ。それは光栄です。ですが解除を私がやるというのは。大丈夫、あなたならできる。シャドウ様が助け、導き、救った。今のあなたなら。わかりました。旋律を奏でるように、魔力の逆流を清らかな流れへと。そう、魔力を意のままに操作するのではなく、その魔力にとって最も自然な流れへと導く。決して魔力の源を損なうことなく、雫が沢となり川へと流れて海へと旅立つように。私はその流れを少しだけタクトを振って導く。そのことだけに集中する。できました。私できました。成功よ。よくやったわ、イプシロン。今の感覚を決して忘れないようにね。アルファ様。はい。気がついたかしら、体が元に戻っている。私は悪魔付きになって、なのに。悪魔付きとは、古の時代、魔人ディアボロスが自らを打ち果たした英雄たちに断末魔として縛り付けた呪い。すなわち英雄の血脈に連なることの証明でもある。私が英雄の子孫だというのか。だがそんなことはもうどうでもいい。私は全てを失った。地位も名誉も、この世界に存在する理由さえも。そうかもしれない。だけど新たに始めることはできる。新たに始めるだと。私たちはこの世界の真実を知っている。歴史をねじ曲げ、アマツさえ魔人を復活させようとする者ども、ディアボロス教団が影のように暗躍する現実を知っている。そしてその教団がねじ曲げ続けてきた歴史の陰で、呪いに苦しめられ続けてきた人々の存在を。あなたのような悪魔付きがディアボロス教団による様々な人体実験の犠牲になっている事実を知っている。
ディアボロス教だ。そんなおとぎ話のような。だが周りの檻はまさか私と同じ。あなたには二つの選択肢がある。一つは救われた命を大事に抱えて何も見ず聞かず何にも応じず静かに暮らし続けること。そしてもう一つは、私たちの仲間になって影に潜みこの世界を歪ませる影と戦うことよ。私が何者なのか聞かないのか。聞いてほしいなら聞かないわけでもないけれど、これからのあなたが生きる上でそれは必要な過去なのかしら。それはまさかお前たちももともとは悪魔付きだったのか。ええ、今のあなたと同じように全てを失ったわ。だけどシャドウによって助けられた。歴史から長らく失われていた解除の方法も彼から教わったもの。そしてシャドウと私たちはディアボロス教団を滅ぼす、そのために動いている。シャドウ、私の命はあなた方にはもちろんのこと、元をたどればシャドウという方に助けられたも当然なのだ。ならば消えるはずだったこの命、そのシャドウとあなた方のために使い尽くしてみせよう。ようこそシャドウガーデンへ。あなたの名前は今からラムだよ。ラムだ。この近辺のディアボロス教団のアジトは全て潰したわ。もちろんあなたや影の家が関与しているような捉え方をされないよう細心の注意を払いながらね。ああ、ご苦労だったねアルファ。その過程で多くの悪魔付きを助けているの。ほとんどの子たちがシャドウガーデンへと忠誠を誓ったわ。あなたの目的を遂行するための土台作りは着々と進行中よ。へえ、そりゃすごいね。でも人数が増えたらあの村に隠れる感じじゃなくなりそう。それについてはゼータに新しい拠点を探させているところよ。見つかり次第すぐに移動を開始するつもり。それからシャドウガーデンの構成員が増え始めるのに合わせて七影を含む全員に剣の再訓練を始めさせているわ。あなたは私とベータには剣の基本をみっちりと学ばせていたけれど、他の七影には剣技の土台だけを教えた後に自らの道を進むよう自立を促していたでしょ。ちょっと待った、僕そんなこと言ったっけ。そのおかげで七影はそれぞれの個性を生かした独自の戦闘スタイルを確立できたけど、ガーデンとしての秘匿性はもちろん象徴性も大事にしたいと思って。あ、言ったわ、めっちゃ言った。そうだ、ガンマとデルタの剣技の覚えがあまりにあれで、正直あの時のことは思い出したくない。あれはこの世界に来て初めて味わった一種の挫折だった。それにイプシロンは魔力制御が上手だったし、ゼータは何をやらせても器用にできちゃってたし、イータに至っては当人にまるでやる気なかったし、頑張って教えなくても普通になんとかなりそうだなって、あれから剣の訓練は軽く流すことにしたんだっけ。まあ当人たちは今でも問題なさそうだし、アルファが改めて剣を教えるのもほっといて大丈夫かな。前途の見えない旅の始まりか。だがその濃い霧を抜けた先に我々の立つべき影の大地がある。影の大地と。それじゃあそろそろ失礼するわね。あなたの母上様が夕食に来ない息子を叱りに来るようだから。
はあ、シャドウガーデンの新拠点に象徴としての剣か。アルファって本当にそれっぽい設定が好きなんだな。